フランキシェック・クビクは旧チェコスロバキアプリエビドザ出身のサッカー選手。スロバキア代表。ポジションはディフェンダー、ミッドフィールダー。ペトルジャルカ・アカデミア所属。2007年に地元クラブの FK バニーク・プリエビダのトップチームに昇格し、プロデビュー。2009年1月にホルトゥナリーガ競合の AS トとレンチインと契約。36試合で8得点を記録した。 2010年7月、オランダエールディビジに属するアドデンハーグにレンタル移籍。リーグ戦27試合で8得点5アシストを記録した。2011年7月から2012年10月にかけてロシアサッカープレミアリーグに属する f c クバンクラスのダールとウクライナプレミアリーグに属する SC タフリアシンフェロポリでプレー2012年10月に フルスのエース、トレンチインに復帰し19試合で6得点を、アシストを記録。2013年7月からは、ウクライナプレミアリーグに属する FC アルセナルキエフと、ギリシャスーパーリーグに属するエルゴテリス FC でプレー。2014年7月に再度フルスのエース、トレンチインに復帰。UEFA ヨーロッパリーグでは、セルビアスーペルリーガに属する FK ボイボディナノビサド。 およびプレミアリーグに属するハルシティ AFC との全試合で先発出場した。同年8月にはホルトゥナリーガの名門、ケイスロバンブラチスラバに移籍。左サイドの主力選手としてリーグでは2年連続準優勝の好結果を残し、スロバキアカップでは優勝を果たした。また同クラブに移籍してから UEFA、ヨーロッパリーグでは18試合に出場している。 左サイドのスペシャリストとして実績を残しており、チーム事情と対戦相手によって本職のサイドバックのみならず、左サイドのミッドフィールダーやフォワードとしてプレーすることも多々ある。アンダーカテゴリーから A 代表までスロバキア代表としてプレー。A 代表でのデビューを果たした2011年から数年間にわたって代表から外れていたものの、2016年に入ってから、 再び招集されるようになり2016年9月4日に開催された 2018FIFA ワールドカップヨーロッパ予選でのイングランド戦で A 代表への復帰を果たした。ありがとうございます。